カルロウビアリはイタリア出身の元オートバイレーサー。1950年代にロードレース世界選手権の小中排気量クラスで活躍し、通算9度の世界チャンピオンに輝いたライダーである。生は以前の日本ではウッピアリと表記される例が多かった。ウビアリはロンバルディア州ベルガモで生まれた。1949年。 ロードレース世界選手権がスタートした年に、メガボルト、アグスタのマシンで 125cc クラスに参戦し、ランキング4位となった。また、同じ年には、インターナショナルシックスデイズトライアルで、金メダルを獲得している。1950年に、モンディアルに移籍したウビアリは1951年、最初の世界タイトルを獲得した。 1952年はタイトルをセシル・サンド・フォードに譲ったウビアリは再びメガボルト・アグスタへの移籍を決意する。そしてメガボルト・アグスタで3度のダブルタイトルを含む 125cc の5つのタイトルと 250cc の3つのタイトルを獲得しトップライダーに登り詰めた。ウビアリは後にジャコモ・アゴスチーニが現れるまではイタリアで最も偉大なオートバイレーサーであった。 ウビアリはまた、12年間のグランプリキャリアの間に、大きなクラッシュを一度も経験しなかったことからも、わかるように、非常に転倒の少ないライダーであった。125cc と 250cc のダブルタイトルを、獲得した1960年シーズン終了後、ウビアリはまだ30歳の若さで引退した。彼の9回の世界チャンピオンという記録は、マイク・ヘールウッド。 バレンティーノ・ロッシの二人と並んでアゴスチーニの15回とアンヘル・ニエトの13回に次ぐ歴代3位の記録である2001年モートジッピー殿堂入りを果たした2020年6月2日生まれ故郷でもあるベルガモ市内の病院で死去ありがとうございます